皆さんこんばんは、神宮館 TV です。毎月お届けしております旧姓別運勢ランキング、神宮館本社より松本先生と一緒にお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。それでは12月のランキングの方に参りたいと思いますけれども、はい、12月どのような月になっているか教えください。12月すべての人にとって悪い方位をお知らせいたします。まず一つ、南方位に赤い字で月破と書いてあります。自分の自宅から見てこの方角に行くと破断しますよという意味があります。特に起きやすいこと、南の方角に行ってデートしてしまうと喧嘩になったりとか、だから南の方位を避けて違う方位に行ってくださいということですね。続きましてこちら、北方位暗剣殺と書いてあります。これは暗いところから剣が出てきて殺すと書くように、人からの攻撃をもらいますよという方角になります。皆さん南方位北方位注意して行動してください。で、日常の買い物とか通勤通学等に関しては一切関係ありませんのでね、ご安心ください。12月一泊水星が中宮に入る月ですね。一泊水星には白い冷たいっていう意味がありますね。で、そういうとこからちょっと心配されるのが大雪です。早めにチェーンを用意しておくとか、スコップとかね、用意しておくといいですね。で、もう一つ、風邪です。インフルエンザとコロナのダブルで来ると重症化するんですって。ですから免疫力を上げて病気にならない体を作りましょう。ではいよいよランキングの発表に参りたいと思います、はい、それでは第8位は白く木星です。運勢は小強運です。白く木星は精神的に不安定になる月です。白く木星の性質には明るくて陽気な人が多いんですね。しかし12月はなぜか精神的に不安定になってきます。そして普段の明るさがなくなって疲れが取れなくなってしまうんですね。疲れが取れないとどういうことが起きるかっていうと、階段踏み外して怪我したりとかね、誰かと約束してたら忘れてしまうんですよね。白く木星の人たち、なんとか無事にね、年末年始を迎えてほしいと思いますので、改善策をお知らせしていきますのでご安心ください。家族や友人に愚痴ってもいいんじゃないのってことを言いたいんですね。気持ちがすっきりしたら心を込めて感謝の言葉を伝えましょうっていう、それでもだいぶ運気変わってきます、うん、それでは第7位は豪土星です。運勢は小吉運です。豪土星は明日は我が身と思い、他人の失敗から学ぶ月です。こちら豪土星のところに月破というのが同座してます。この月破がついてしまいますと、他人の失敗を見ても何とも思わない、自分が失敗してしまうというように考えられなくなってくるんですね。そこで冒頭に言った明日は我が身ですけども、他人の災難を自分への戒めと受け止めることが、そして他人から学ぶということが行動性の方に大事な課題となります。12月は失敗から学び、間違いを起こさないようにしましょう。それでは第6位は一泊水星です。運勢は小吉運です。一泊水星は持ち前の気遣い気配りで良い運気を引き寄せる月です。一泊水星の性質は気遣いや気配り上手、自分のことより家族や友人のことを優先にするタイプが多いんです。その性質を生かして良い運気を引き寄せ幸運をつかむという月になります。自分の旧姓が中宮に入ると自分自身の行動次第で良くも悪くもなるという運勢なんですね。ということは今月一泊水星の方はその行動として大事になってくるのが気遣いや気配りっていうところになってくるんですね、はい、それでは第5位は七赤金星です。運勢は小吉運です。七赤金星は新たな趣味や習い事を始めてみる月です。七赤金星の性質にはいろんなことに興味を示したり体験したり疑問に思うことを調べたりする人が多い旧星なんですね。その行動的なところをプラスに導き運気を上げて幸運をつかむために、今までと違う自分を探してみましょうねということが私が言いたいことなんですけどもね。例えるならば作ったことのない料理を挑戦してみるとか、自分でマフラー編んでみるとかね、そういうようなことをすると運気が上がっていきます。それでは第4位は三碧木星です。運勢は中吉運です。三碧木星は懐が潤い、心に余裕ができる月です。懐が潤うとは財布の中にお金がたくさん入るということを表していますね。三碧木星っていう方は直感力に長けている人が多い旧星なんでね、12月はその直感力がね、普段より冴え渡ります。
特に三碧木星の方が開座している西方位ですね。実をつけたものを収穫するという意味があるんですね。金銭面が潤うという中期中の月になります。それでは第3位は八白土星です。運勢は中期中です。八白土星は積極的に行動して全てに良い結果をもたらす月です。12月は大きく物事が進展していく月になりますので、チャンスを逃さないでください。12月はせっかく運勢中期中なので、早きこと風のごとして行動するときは風のように早く攻めましょうねってことを言いたいんですね。それでは第2位は九紫火星です。運勢は大吉運です。九紫火星は寒さを吹き飛ばして気分よく1年を締められる月となります。九紫火星をちょっとかっこよく言ってしまうと、華やかに舞い飛ぶ蝶のように美しい人が多いと言われますね。その姿から自然と人を引きつけるオーラが出てるんですね。12月はその持ち前のパワーを発揮して時の人になるというような大吉運の月となります。九紫火星が開座している東南方位です。これは時流に乗るという意味がありますんでね、時の流れをうまく捉えて成功を収めることができるんです。あまり注意することはないんですけども、一つ挙げるとしたら安請け合いはしないということかな。12月は時流に乗って目的を成就させてください。そして良い年末年始をお迎えください。それでは第1位は時刻土星です。運勢は大吉運です。時刻土星は最強の運気を蓄えておく月です。時刻土星の方、こちらの西北方位に入ってきてまいります。この西方方位に自分の方針が入ると最強の運気になるというんですね。最強の運気を全て出さなくても十分すぎるほど調子がいい月です。本来時刻土星には蓄えるという意味もありますので、12月は運気を蓄えて良い年末年始をお迎えください。第9位は六白金星です。運勢は大強運です。六白金星は高望みはしないで、まずは足元を固める月です。12月の六白金星はかなり慎重に物事に取り組まないと運気が下降し続けてしまう。この北の方位に来るとそれだけでも大凶になってしまうんですね。でそこにさらにこの暗剣殺がついてしまうから怖いですよということを言いたかったということです。暗剣殺をどう避けるかというのが課題です。そこで思い当たるのが日光東照宮、三猿、見ざる聞かざる言わざる。これは人の欠点や過ち、見ない、聞かない、言わないということが普段気をつけることになります。当たり前ですけど、特に12月の六白金星の方、念にはねを心にしてください。12月も暮れに来て大変なんですけど、しっかりここで足元を固めていい年を迎えるように頑張ってほしいなと思っております。以上が12月の運勢ランキングとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。暦の神宮館公式 YouTube チャンネル神宮館 TV では、皆様の運気を上げる動画を定期的に配信しております。亀吉くんの月運動画や先生によるショート動画なども配信しております。こちらの動画をご覧になられて、よかったよ、ためになったよという方はグッドボタンを押していただいたり、チャンネル登録をしていただけますと私たちも大変嬉しく思います。それではまた次回お会いいたしましょう。